はい、皆さん毎度毎度パーマ駅工業組合にね来るよくある質問と回答ね、本当にあんのかな。毎度毎度言ってんね。過酸化水素水を用いた2剤と臭素酸塩を用いた2剤のそれぞれの特徴と使う時の注意点は何ですかね。えパーマの2液には過酸化水素水を用いたものと臭素酸塩を用いたものがあります。この2つの大きな違いは酸化力の違いにあります。酸化力の違いにあります。酸化力が強いっていうのは酸化する力が強いんであって、緩かったパーマが強くなるとかパーマのカールが強く締まるというかね、酸化剤でそういうことはないね。過酸化水素を用いたものは強い酸化力を持つため酸化反応が早く短い2剤タイムで済むという利点があります。やってた感じね。やっぱ心配だから臭素酸と同じだけ置くんだよね。で何回も言うけどね、ロングの長いね回転数の多い場合ね、毛先にね過酸化水素が行く前に水になっちゃうんだよね。酸化力が早いというか反応が早いっていうかね。だから逆に過酸化水素を使った方が手間と時間が増えてしまうかもしれない。本当に過酸化水素がね早くても怖くて外せないよね。でも宿毛矯正の時は本当塗布しただけで、まあ、コーミングして、まあ、放置時間なしで薄いじゃう先生もいるけど、うちもやったことあるけど、まあどってことないね。一応反応すると熱を出すじゃない、過酸化水素、あの宿毛矯正の時はね。で熱が冷めたらもう薄いで OK っていう感じ。やっぱ心配だからいくら大丈夫とはいえ早くは洗えないよね。酸化反応が早く短い2剤でね、2液タイムが長くなりすぎると酸化が進みすぎてしまい毛髪損傷を引き起こす可能性が高いという欠点があります。これうちもねやったことあるけど、ブロムさんでも過酸化水素でもあの手触りが悪くなるとか損傷を引き起こすってことはないよね。そんな変な2剤作ってんのメーカーは、そんなことないよね。いや今現在そういうことないね。よほどヘボイメーカーがねヘボイ薬剤作るとそういうことになるかもしれないけど、まあ名だたるメーカーが作ってるやつは特に問題ないね。また中間水栓が不十分であると発熱や、刺激退色等を引き起こす可能性がありますので十分な中間水栓が重要です。中間水栓してね、いくら中間水栓しても宿毛矯正の時なんかは全部洗い落としているよね。あれでも発熱するからね。これに比べ臭素酸塩、ブロムさんだね、用いたものは過酸化水素水を用いたものほど強い酸化力は持ちませんので、用法用量を従い十分な2液タイムを取る必要がありますと。だからね、なんか脅かすみたいにね、強い酸化力ないなんて書いてあるけど、別にだからとってことないよね。逆に過酸化水素が強い酸化力があるっていうか、時間が早くなるっていうかね、そういう感じもしないしね。ね、それぞれの仕上がりの特徴は過酸化水素水を用いたものがしなやかな仕上がり。だから酸化力が強くてなんでしなやかなのかね。強くなんか結束させてるわけじゃないというか、だから過酸化水素は髪の毛の一本一本の中に入らないで表面しか酸化させないのかな。逆に分解しやすいっていうの、酸化して水になりやすい過酸化水素はね。ということは表面しか酸化しないで、中の方に入ったチオグリコル酸があの化学変化を起こしたものは酸化できないのかね。だからしなやかになる。ブロム酸は奥の方まで染み込んでってね、酸化するからしっかりしたかかりになると。だったら宿毛矯正も臭素酸の方がいいのかね、しっかり酸化させようと思ったら。
この宿毛矯正も最近は過酸化水素が主流だけど、やっぱ早いから過酸化水素にしてんのかな。お客さんも座らしちゃ申し訳ないから。昔リペアとかいうやつはね、2液がブロム酸だった、臭素酸だったよね。でちょっと臭素酸使うと変な匂いがしたような気するけど、あれは1液が悪かったのかね、2剤とブラム酸がぶつかると悪かったのかちょっと分かんないけど、なんか匂いがしたような、気がするね。臭素酸塩を用いたものは引き締まった仕上がりが得られます。じゃあ過酸化水素もあんまり使ってないからね。やっぱりパーマっていうのはね、取れたら困るから臭素酸の方がいいよね。緩くていい緩くていいったってね、3日で取れちゃったらね、商品価値ないからね。この緩くなる原因の大半はパーマ巻くとき太め使っちゃうからだよね。なんで太め使うのって言ったら、雑誌とかさね、SNS とかカリスマなんかがさ、わざと太いんで巻いてさ、楽なパーマでよくかかるみたいな面してっからみんなね惑わされちゃうんだよね。細いロットね、80本だ100本だって巻くね、お子さんパーマね、こんな真似したくないっていうのはわかるけどね、やっぱそこまでやんなかったらダメだよね。で100本巻いていくら取れるのって、やっぱり本当にね、おばさんパーマこそね、ちょっと値段高くしないとやってらんない。2人巻くような感じだもん。今巻いてるパーマはね、部分パーマで上の方だけどね、今回ちょっと5ミリで巻いちゃったねこれね、まあ細いんで巻くんだけど、コツは何って言われたら、まあ上巻きなんだけど、やっぱね、力出したら負け、力出したらもう下手くそだ。美容業ね、力出したら負けじゃないね、負け通り越えて力出したら下手くそ。力出すって人は下手くそ。やっぱりちょっとね、鼻息荒くなったりテンション上がったりすると、男の人はね、動きが良くなんだよね。動きがいいってのは力出してんだよね。それね、下手くその証拠。いかに力出さないかね、自然体でね、しなやかに動くかね。女の人はもともと力出さないからね、おばちゃん美容師なんかも本当に力出さずにサラ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 ね、水が流れるように巻くっつうの、こういうのはね、本当に真似した方がいいけど、やっぱり自分なんかこういうところで一人で働いてるとね、なかなかそれがね、気づかねえんだよね。男一人で働いてる方ね、忙しくなって鼻息が荒くなった時ね、力出したら下手くそ負け、ここはよく肝に銘じといた方がいいよね。この2つを混合すると、過酸化水素とね、臭素酸をね混ぜるとね、有毒ガスを発生する。一回混ぜたことある自分は。いやだって直ちにね、有毒ガスは出ないよ。やっぱ過酸化水素ってのは粘性があるからね、ブロム酸とぶつかっても、一晩置くとペットボトルが膨らんでたかな大変危険ですって。で、ね、そこまで危険なものは作ってないよね。そんな認識ない。だけどそういうこと言うとね、バカなやつが本当に混ぜたりするからね。正しく使用すれば、どちらも本来の効果と十分な仕上がりが得られます。まあ過酸化水素をダメだとは書いてないね。だけど巻物パーマの時は過酸化水素は使うべからず、ブロム酸がいいよ。ブロム酸をとにかく毛先に染み込むようにね、何回も何回もかけてね。どうせ暇なスタッフいいんでしょ、アシスタントに。とにかく毛先の方にまで揉み込んでね、何回もかける。で外した時にね、それでもね、アンモニア臭がしてくる人いるんだよね。それやっぱり中間毛先が欠け足りないっていうの。とにかく本当に毛先にね、しっかりかけたいよね、2液はね。だから中間水性すれば大丈夫ですよって言ったってね、みんなどのぐらいの太さでどう巻いていくか分かんないけど、本当にうちのお兄さんより長くて髪の毛が多いようなね、男性ね、本当に男性髪の毛多くて硬い人っているからね、それを8ミリで巻くとね、何回で巻くの、あれくる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 スライス幅もね、薄く取ればいいってあって、あんまり薄く取るとね、100本超えちゃうからねまあほどほどでいくと、やっぱり巻き終わりっていうのはちょっと太くなっちゃうよね。そうするとやっぱり中間水線も2台もね、毛先に行きにくいんだよね。やっぱりそれでこそね、スポイトを突き刺すっていうのをロットの中にきっちりね、テンションかけて巻くと入んないんだよね。
ちょっとゆるくブカブカって巻いておいた方が、まあ、荷材処理しやすい。でブカブカって巻くとやっぱり外径が太くなっちゃうからね。でもそれほど変わんないと思うけど、なんかそんな気するよね。やっぱりスライサー厚く取んない方がいいよね。手抜きするとやっぱり太くなっちゃうんだよね、巻き終わりがな。そうするとやっぱり巻き終わりが太いとそれに比例して緩くなるからね、かかりもね。だけど根元からそんな強くかける必要ないって言えば必要ないんだよね。その辺はやっぱり美容師さんの加減になってほどほどってなるんだけど、まあ意識レベルの問題になるね。何を美容師さんが考えてるかね。宿毛矯正でもおばさんパーマの細いんでもね、手抜こうと思えばね、いくらでも抜けるからね。太いんでパラ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 巻く、スライサーつくね、アイロンかけていいんだからね、さーっとね、高速抜けでね、いくらでも安くできるんだよね。でもそれやってどういう結果が出んのって言ったらね、で本当に安くやってね、中には知ってるお客さんなんか細めでたくさん巻いてくださいって平気で言ってくるしね、それはもう嫌なお客さんになっちゃってね、うん、割増しになりますよってんで割増し取ればいいんだけどね、そうするとお客さん来なくなるってんでね。だけど来なくなった方がいいよ、そういう場合は。こんな忙しい時に来て細かいんでさ巻いてくれたってさ、めんどくさくて巻けないじゃん。割増しと料金取れば、まあ、巻けるからね。でそのお客さんとの駆け引きになるってね、あの手間暇かかる人をね、うん、料金割増しで取んないと本当に嫌なお客さんになるからね、悪魔のようなお客さんになっちゃうからね。でもしくは時間ずらしてもらって、さらに時間ずらしてもらうといいよね。朝一の忙しい時間にね、細くて細かいのいっぱい巻いてくれたら、それはもうちょっと無理ってんでね、あの営業上こっちの都合で、やっぱ午後ね、あの12時ぐらいにしてくれとか、昼飯なんか美容師関係ないからね。でしかも割り増しね、うん、でそこまでやんないと嫌なお客さんになるし、それに対していいですよっつってね、うん、いっぱい巻いてくださいってんでね、こんな細かく巻いてくれる美容師さんいなかったってんでね、割増し料金2000円でも3000円でも余計に払って喜んでくれたら、ほんと仏様になるからね、そういうお客様はね。まあ皆さんの意識レベルになってくるよね。うん、はい、お疲れ様でした。